三木町は兵庫県美濃郡にかつてあった町である。三木町は美濃郡の中心部であり、美濃川を中心に開けている町である。美濃郡の中心であり、戦国時代には豊臣秀吉が三木合戦をしたことで知られ、三木城の城下町で栄えていた町である。1617年に三木城が廃城になってからは閑散としていたが、 その後、三木街道ができ、神戸、赤石、舞鶴に行く交通の用として発達し、さらには金物が盛んになっていき、未納郡で最も大きい町になり、人口密度もこの時代には珍しく2000人を超えていた。町内には日本標準四五線にあたる統計135度の通過地であり、恵比寿駅の近くに標準四市五線標石が設置されている。 標高40メートルの張間平野に位置している。当町は、大塚町、芝町、平山町、東条町、勝原町、上町、中町、赤石町、下町、新町であり、この地域の人たちは、町方と呼ばれていたため、農村とは、区別されていた。三木町域を西に流れる美濃川水系は、豪雨に基づく増水、氾濫によって、 過去行くたびにか洪水の害を、家屋や田畑にもたらした。1642年1703年8月18日1749年7月1日1837年5月1857年1861年1866年8月と、スイカが起きている。1932年7月2日の梅雨末期の豪雨による2位、谷家。 福田池などの結界がもたらした大きな水害である。午前7時40分、突如押し出した鉄砲水によって、芝町、平田山の南裏から、下、活源一帯では、死者33人、家屋流出47棟の参化を生じた。その他、永代池の結界や三木山国有林の山崩れによって、市街地の各所に多くの被害を出している。また、 農村部でも、美濃川水系の氾濫やため池の決壊により、家屋、電波田、農作物等に、あまたの被害が出た。この水害を記念にし、上野丸町に、当日の悲惨さを後世に伝えるために記念碑が、建立された。この水害の後に1945年10月に、美濃川の氾濫による水災が起きた。 三木町での昭和の水害の被害状況戦前の1935年代から、箕能川流域に位置する同一の地形のもとに、人情風俗その軸を一致にしており、経済関係、交通、その他住民生活一体を成してと言われており、三木町と、久る見村は、合併に対して論議をされており、すでに合併条件ができていた。しかし、 戦中の1943年、第二次世界大戦になると、事業簡素化の立場から町村合併が推奨されて、合併機運が起こり、この動きはその後の終戦による混乱で、当分の間特別の必要、あるものの外、特に積極的に農業、ハザル様方針が改められたため、さたやみとなり、合併の件が白紙になった。 終戦後の1946年には再び合併の動きが起こり、両町村の合併に関する委員会も結成されて、双方の委員が調印をする運びにまで進んだが、くるみ村の一部の村民から反対運動が起こり、1947年3月24日には、三木町から原下の諸事情により、殺し一度白紙に帰り、現在までの交渉を打ち切ることにいたしたいと、 書面が提出されて、合併の件が2回目の白紙になったが、その年の12月には三木姿勢思考運動が当庁で起こり、翌年の1948年2月には三木姿勢促進規制同盟が結成されたが、1950年になると、くるみ村との合併の件が持ちこたえ出されて、11月19日には当庁からくるみ村に合併の申し入れがなされ、 クルミ村はこれを受理し、話し合いが順調に進んでいき、翌年の1951年2月12日には、三木町公民館で合併調印式が行われ、ついに3月15日にクルミ村全域を編入し、人口が2万人近くになり、面積が合併前の3倍近くに膨れ上がった。ありがとうございます。